続いて新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに1444人の感染が確認されたと発表しました。また、70代から90歳以上の男女7人の死亡も確認されています。今日は1444人前の週の同じ曜日に比べて700人ほど減っています。新たなクラスターとしては？ 県内の医療機関で6人など4所が確認されていまきょう午後4時現在の最大確保病床に対する病床使用率は72.1%、重症者は3人で重症者用の病床使用率は5.8%となっています。 その新型コロナウイルスの感染法上の分類を先週、岸田総理がこの春に5類に引き下げる方針を示したことについて滋賀県の三日月知事はきょうの定例会見で一定期間を設けた段階的な移行も検討すべきではとしました。県内のの新型コロナの感染者は 今日を含めて前の週の同じ曜日に比べて7日連続で減っています。三日月知事は今日の定例会見で減少の兆しはあるが、まだまだ感染者数は多く、現場は厳しい状況で注意深く見ていきたいとしました。また、感染法上の5類への引き下げについては、状況を注視しなければなりません。けれどもすぐに。 いわゆる季節性インフルエンザと同じ対応というのは、例えば、えー、医療費の公費負担の在り方等々、なかなか難しい面もあるのではないかと思いますので、段階的に移行すると、現在の対応を段階的に移行するということも検討すべきではないかと思いま,すまた、自治体や関係機関にもさまざまな変更が出てくるので。 国には詳細な内容やスケジュールをできるだけ早く示してほしいとしています。続いて視聴者の皆様からいただきました今日の街の様子です。えまずは彦根市内午後4時頃の様子です。日は差していますが路面は濡れている状況です。先ほどライブ映像でもご覧いただきましたが、この後数時間後には吹雪というふうな状況になっていったようです。 彦根市内の様子に続いては東大見市内の午後4時ごろの様子こちらもまだこの時点では雪は降っておらず青空が雲の隙間から見えているような状況です南部にもこの後雪雲が流れ込んでくる見込みです十分にお気をつけくださいでは今後の注意点をお伝えしていきます 高速道路や国道は通行止めの可能性もあり、最新の道路情報を確認するとともに、降雪時には車での外出は極力お控えください。積雪時には停電が長引くこともあります。懐中電灯の準備やスマートフォンなどの充電をしておいてください。改めて今夜から明日朝にかけて雪の降り方が強まる見込みです。 北部では警報級の大雪、滋賀県の南部でも積雪の恐れがあります。積雪、路面の凍結による交通への影響に十分ご注意ください。また今ライブ映像でもご覧いただいています。吹雪いて見通しが悪くなる恐れもあります。車の運転十分ご注意ください。